系統番号とは、主に路線バス、路面電車、トロリーバスなどの路線系公共交通機関において、運行系統ごとに付した番号、記号である。路線バスは、鉄道とは異なり道路上を走行するため、特に市街地などにおいて、多数の運行経路を設定すれば、経路が一見してわかりにくく、複雑になりがちである。また、 網の目のような路線を持つ都市の路面電車の軌道路線においても多数の経路を設定すると経由地と目的地の関係を理解しづらくなる。どちらの場合も車体に行き先を示すだけでは解決しない。運行経路をパターン化したものが運行系統であり、各運行系統ごとに番号、記号を付し、固有の運行系統を指し示したものが系統番号である。これにより、 運行系統ごとに経路が単純記号化され、分かりやすくなるものである。管理と旅客案内の二つの目的がある。旅客向けのものでは、基本的に運行系統図の掲示と同時に実施される。系統番号には、世界的に普及しているアラビア数字が使われ、国、地域、事業者によっては、文字も併用される。日本の場合、系統番号はバスで多く利用されている。 特に都市部では、バス路線の系統の数が膨大になるため、系統番号で整理することがよく行われる。そのため、現地語に疎い旅行者向けに行われる、駅ナンバリングとは異なって、日本語の漢字が併用されている事例が非常に多い。日本では、系統番号を付ける場合、方向膜に記載する行き先や主要な経由地は、省かない場合が非常に多い。 一方、日本の軌道系交通機関では、路面電車において採用例が多いのみで、普通鉄道ではあまり用いられない。これは普通鉄道では、路線バスほど路線網がきめ細かくない上、路線名や行き先、経由地で対応できる場合が多く、たとえ運行系統が複雑であっても、独立線化したり、路線名の重複など、系統ではなく、路線として扱い、路線名へ、 愛称が旅客案内に使用される場合が多い。日本での駅ナンバリングにおける路線番号は基本的に路線に付しているが、大阪市高速電気軌道の乗り入れ先のように会社を超えた運行系統で一体として振る事例もある。バス系統番号は通常一つのあるいは二通った運行系統に対して一つの番号を与えることが多い。 ただし同一の事業者でも地域が離れていれば番号が重複することはある。番号は1から2桁が多く、一部3桁もある。番号の前後に発着地点や経由地を区別するための漢字やアルファベットなどを付加し、系統を分かりやすくしたり、系統の細かい差異を表したりすることがある。また、系統番号に直接バスの運行上の種別である、急行や特急を付して、 例えば、休校令語のような名付け方をすることもある。さらに都市新バスでは、豆腐す場合もある。一方で、漢字による、系統番号は、外国人には読めない上に、その系統を、日常的に利用しない人にとってもわかりにくいと、指摘されており、廃止の動きもある。路面電車路面電車では、多くの場合、路線バスに比べて系統が単純である。ため、 単に番号のみで書かれることが多い。東京都電は、かつて最大で41もの運行系統を持っていたが、すべて番号のみの系統番号であった。2020年現在、系統番号を有する路面電車は、以下の通り、括弧内は現在利用されている、系統番号。残存系統が1系統になっても、系統が多数あった時の番号がそのまま、残り続けることがある。 例えば、札幌市電は、1974年に、現在の1系統のみとなったにもかかわらず、系統番号2が1991年まで残存していた。鉄道、バスともによく用いられる。ドイツでは、都市内交通の系統識別は、路線名でなく、系統番号でなされることが多い。また、複数系統の乗り入れる路線においても、 線直通のような表記をしてある路線に別の路線が合流、直通するのではなく、日本のバス同様、複数の系統が乗り入れているものとして扱われる。鉄道を主に都市内の交通で、系統番号が付与されることが多い。都市鉄道は S、地下鉄は U などアルファベットと、2桁程度までの番号によって構成される。番号は大まかな投資番であることが多く、また、 派生系統は1、2など順に振るか、あるいは5をつけて区別するなど、多少規則的に振られてはいるものの特に規定があるわけではなく、年ごとにまちまちである。例、ベルリンにおいて S バーンと地下鉄はそれぞれにおいて1から番号が振られ、例えば S バーンでは S1、S2 の順に S9 まで存在する。地下鉄は U1、U2 の順に U9 まで存在する。 かつて存在した U1 の視線運用は U15 であったり、時々運転される U1 と U2 を直通する系統は U12 と名付けられている。S バーンでは、環状線環状運転の右回りが S41、左回りが S42 として区別されており、また郊外から環状線に直通する路線においては S45 から47の番号が振られている。 などある程度の規則性がある X の派生系統として X5 がある場合、例えば S7 と S75 がある場合に、前者は日本語で言うところの S7 であるが、後者は S75 ではなく s 7 5である。ありがとうございます。